どうも、西浩一郎の西遊記ということでですね、今回はせっかく YouTube を始めたので YouTuber さんらしいことをしてみたいということで、こういうことをやっていこうと思います。ということで、私西浩一郎中年が激辛カレー焼きそばを食うとどうなるかということを、検証したいと思います。こういうこと YouTuber さんよくやられてますよね。で、今回挑戦するのがペヤング焼きそば極激辛カレー。極激辛カレーだからすんごい辛いんだと思うんですけれども、私西浩一郎ものすごく辛いもの平気な人なんで、その、激辛大丈夫な舌をどう唸らせるかっていうのをこちら、試してみたいと思うんですけれどもね、注意書きが書いてましてですね、泣けるほど辛みが強いので小さなお子様や辛みが苦手な方の喫食には十分ご注意くださいと、こういう風に書かれてます。はい、辛いもの相当得意なんで、どのぐらいうならしてもらえるのか楽しみなんですけれども、では早速ね作ってみたいと思います。こちら、開封したんですけれども、開封したらすごい限りなくシンプルなこのいつものペヤングの火薬ですね。そう、こちらが味噌なんでしょうね。極激辛カレーソース。もうこれ一つで普通のペヤングとは違うよっていうことを再現するんだと思うんですけれども、すごいですよね、ペヤングさん。はい、ということで、お湯を入れて、3分。3分は実際待ってません。僕は大体3分って書かれてても2分ぐらいでやめます。固めが好きなんで。はい、ということでこちら開けていこうと思います。よいしょ。はい、ここまでは普通のペヤングですね。ペヤングさんね、昔のあの蓋と違ってね、この蓋になってから火薬が一切つかなくていいですね。こちら、企業努力を感じます。ではこちらの、激辛ソース入れていきます。こういう風に入れて混ぜますね。あ、やべ、あ、匂いはね、カレーの匂いしますよ、これ。よし、はい、混ぜ上がりましたので、実際食べてみたいと思います。辛いんかな、これ、ほんまに。いやー、 YouTube っぽいね、これ。こういうな、ではいただきます。うん、うん、あ、カレーの味するね。おいしい。なんだろう、口の中に入れてくるような辛さなのかな。で、僕全然平気かもしんないっす。うまい。あんまりね、口の中にすると結構喉にくるんで、むせる可能性あります。もうちょっと奥は辛くていいかもしれないんで、胡椒足しますね。結構入れちゃいます。で、混ぜて、もうね、このギャバンのホワイトペッパー、もうこれ入れると何でもうまくなる。はい、うん、美味しくなった。うまいな、これ。けどあれかもね、本当に僕はもうこれ辛かったですかってよく人に聞かれるんですけど、割と僕の辛くないっていうのは信用してくれないんですよね。もう西君のはその辛いかどうかっていうのを信用できないからって言われて、聞かれなくなりました。僕結構本当大丈夫なんで。いやー、うまいな、これ。
この激辛チャレンジ企画みたいなのはちょっとやっていきたいかもしれないですね。需要があるかどうかわかんないですけど、中年の激辛企画。うん、あ、でも後半はちょっとこうピリリと辛いの来るかもしれないですね。でも YouTube の人ってすごいですよね。僕もこの見始めたのが1年ぐらいなんですけど、まあ YouTube って存在は知ってたんですけど、こう見始めると沼にはまっちゃって、すっげえ面白いなと思って、でこの中年もできんのかと思って始めたわけなんですけれども、なので YouTube ともっと近づきたいですね。はい、完食でーす。あ、でも後半ちょっと辛かったかもしれないですね。こういうこう、激辛のやつね、僕どんどんチャレンジしていけたらなと思うんで、このこれ食べてよっていうのがあったら、コメント欄とかにくれると嬉しいです。ごちそうさまでした。はい、ということで今回は中年が激辛ペヤングを食べてみたっていう動画になります。この YouTuber さんっぽい企画楽しいよね。やっててこういうことしていきたい、なので中年にこういうことをチャレンジしてほしいっていうことがあったら、どんどんコメントいただけると、チャレンジできることはやっていこうと思ってますので、どうか皆様コメントよろしくお願いします。あとチャンネル登録まだの方、本当によろしくお願いします。あと願いばっかりですいません、いいねボタンも、押していただけると助かります。では今回は、中年が激辛、ペヤングを食べてみたっていう動画でした。次回の動画をお楽しみに。どうもありがとうございました。